どうも、チーム軍艦のりです。よろしくお願いいたします。グランドオープン来ました。今日からね、2021年シリーズ1の選手が登場します。注目はね、やはりミパ同地の坂本さんや、あとはね、すごい能力で登場しましたマー君でしょうか。阪神の注目選手はやはり佐藤選手ですね。メインのポジションがサードでしたが、特殊能力がね、エグすぎます。今回の動画は前半後半に分けたいと思います。前半では無料10連と福袋をやります。後半は契約書をひたすら開封していきます。まずはシリーズ1の選手4人と各生ドラ1ルーキー佐藤選手の能力を見ていきましょう。はい、ではね、追加されました S ランクの選手見ていきたいと思います。まずは青柳投手から見ていきます。9位が77の B、制球が75の B、スタミナ73の B ということで、9位制球同値ではなくなりましたね。はい、変化球の方も特に変わってはないかな。スライダーが B になりました。特殊能力がキレ、伸び、対ランナーとなってます。青柳投手、去年もね、1年間ローテを守ってくれました。今年もね、期待しております。お次は馬場投手、9位が75の B、制球67の C、スタミナ66の C となっています。先発中継ぎできるのは素晴らしいですね。スプリットも B で、縦スラが C となっています。特殊能力が奪三振、タイピン、キレとなっています。ババ投手ね、エースランク持っていませんので、ぜひ獲得したいです。ババガッツ、今年もいっぱいみたいですね。お次は木南さんです。中段道でミート65の C、パワー60の C、走力が71の B となっています。守備がね、すごく上がりまして、ショート、守備がね、C の62となっています。ただ補給がね、F です。特殊能力が超チャンスメーカー、プルヒッター、固め打ちとなっています。今年のショートはね、レギュラー争い大変やと思うんですけども、活躍期待したいですね。最後はサンズ選手です。写真がね、すごくかっこいいですね。弾道が高弾道、ミート63の C、パワー76の B、走力が56の D となっています。ミートが少し下がって、パワーがプラス1かな。守備はレフト、ライト、ファーストが D ですね。特殊能力は相変わらずすごくて、チャンス、広角打法、パワーヒッターとなっています。去年はシーズン途中で成績がね、落ちてしまいましたが、間違いなくリーグ2位になれたのはサンズ選手のおかげだと思っています。今年は1年通して活躍期待したいですね。今一番欲しい選手はサンズ選手です。はい、ではね、早速無料10連からやっていきたいと思います。狙いの選手はもちろん阪神の選手なんですけども、誰が来てくれてもいいのかなと思っています。はい、ではやっていきたいと思います。はい、では受け取ります。最初のガチャ。さあ、誰が来るか。阪神の選手来たら最高ですけどね。長押し。いやーでもね、あっという間にグランドオープンも来ました。テンション上がっちゃいますね。さあ来い。どうなる。演出は変わってませんね。にっこり。おお、2021年シリーズ1になってる。おお、マー君 B ランクですが、坂本さん。さあ阪神の選手 B ランク来ない。 A も来ない。石崎さん、じゃあラストいきましょう。 S ランク誰が来るか。一発目、おお、坂本選手や。神引きちゃうのこれ。初めてゲットしたかな、 S ランク坂本さんは。いやー、いい引きをしたんですが、まあね、阪神純正やってるんでミキサー行きかな。いやー、ありがとうございます。坂本選手でした。この写真めっちゃかっこいいですね。はい、ではね、福袋やっていきたいと思います。自チーム確定なんで、欲しい選手はサンズ選手か馬場選手ですね。どちらか欲しいです。ではやっていきましょう。一発目。はい、では行きましょう。さあ、誰が来るか。S ランク一人確定なんで、ぜひとも阪神の選手来て欲しいです。コナミさんお願い。頼む。いいんじゃないでしょうか。リリース。さあ、頼むね。坂本選手は嬉しいけど、阪神の選手は欲しいです。さあ行きましょう。青木さん、そういえば B ランクの阪神も出てませんよ。お、青柳さん。さあさあさあ、お、A ランク。おお、山崎さん。ガンケルさん。ラスト S ランク誰が来るか。はい、あー、長野さん。はい、ということでね、長野さんでした。ありがとうございます。写真やっぱかっこいいですね。さあ、どんどん行きたいと思います。20連目です。行きましょう。さあ、S ランク来てくださいよ。どうだ？厳しいか？長押し。お！あー、ダメか。どうなる？早速マークが追加された。結構びっくりしましたけどね。
めっちゃ使ってみたいが、あー、Sランクなしかな。残念、秋山さん。じゃあ A ランク、せめて、阪神の選手来てほしいな。さあ、誰が来るか、ラスト。はい。おー、中島さんでした。ありがとうございます。はい、だね、30連目もやっていきたいと思います。Sランク確定なんで、頼むよ、阪神の選手来てくれ。このガチャが終わったらね、早く佐藤選手獲得してですね、あ、やったのか。リアタイでね、使う人多そうですけどね、佐藤選手。誰が来るかな。 A ランクはなしかな。うん、じゃあラスト S ランク誰が来るか。はい、あー、梅野さんでした。はい、30連目はこんな感じです。ありがとうございます。はい、ではね、40連目ラストですね、やっていきたいと思います。40連目は自チーム確定なので、はい、2021年シリーズ1最初の選手を獲得することができます。欲しい選手はサンズ選手か馬場選手、やっていきましょう。はい、では40連目受け取りたいと思います。頼む、サンズ選手か馬場選手、いきましょう。お、いいんじゃないこれ。2枚引きはないか。さあ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 、頼むよ。一発目 S ランク阪神の選手誰が来るか。よいしょ、キラリン。お、山本選手。山本選手も結構ね、期待してるんですけどね、個人的には。山川さん、さあ S ランクはないか。あー、ないか。じゃあラスト誰が来るか、いきましょう。よっしゃサンズ選手獲得、これめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。久々になんかガッツポーズしちゃいました。よっしゃー、ありがとうございます。はい、ってことでサンズ選手獲得できました。もうすぐにね、育成して、はい、オーダーにも入れたいですし、リアタイでも使ってみたいですね。広角打法、パワーヒッター、絶対活躍してくれますね。はい、ありがとうございます。40連目はサンズ選手でした。